これは悲劇ではない。これから始まる物語は俺とノエルの愛の物語だ。この絵は色鉛筆で描いてんの？そんなこと答えて僕に何の得があるの？いや、そんな得とかっていう話じゃないんだけどさ。ノエル君は昔から絵は描いてた？まあね。ねえ、これ何の雑誌のインタビュー？スプラッシュって雑誌知ってんだろ？今君みたいにモデルだったり有名人が趣味で描いたイラストがちょっとしたブームになっててさ。有名人の趣味なんかと一緒にしてほしくないな。僕にとってはむしろモデルの方が趣味なんだけど。確かに僕が今まで取材してきた中で君の絵が一番うまく描けてるよ。この海と少年の油絵は何？それ記事にするの？だったらインタビューなんかより絵だけ載せてくれた方がよっぽどいいよ。絵についてあれこれ説明するなんておかしいじゃん。確かにそれはもっともな答えなんだけどさ、それじゃ記事が書けないじゃないか。僕の知ったことじゃないよ。じゃあ僕の興味本位として答えてくれないか？興味本位か。あんた変わってんね。この絵は今まで描いた絵の中で一番大事なんだ。まあ思い出みたいなもんだよ。そっか。僕はこの絵が一番好きだな。そんなこと言ってくれたのはあんたが初めてだよ。他の人はもっとくだらない質問するよ。好きな食べ物はとか、好きな色はとか。名前もう一回教えてくれないか？さっきちゃんと名刺渡しただろ。マミヤ。これなんて読むの？大臣。マミヤ大臣だよ。いらっしゃいませ。2名様でよろしいですか？はい、どうぞ。お願いします。いいの？こんなとこでご質問なんて。安月給なんでしょ、記者なんて。記者って言っても今回の特集は俺にとって初めて任された大きな仕事なんだ。ああ、だから他の記者とは何か違うわけだ。それに俺はまだ記者なんて呼べるほど大したもんじゃないよ。まあ接待されてると思っていっぱい食べてよ。へえ、大人みたいじゃん。心配しなくてもここの食事代はちゃんと経費で落ちるんだよ。だから好きなもん頼んでいいよ。本当？すいません、これとこれと、あとこれピーマン抜きで、はい、あとこれとこれ、ドンペリお願いします。お
おいおい、ドンペリはないだろ。すいません、僕が払うさ。初めて大きな仕事を任された間宮さんへの僕からのプレゼント。君はドンペリがいくらか知ってるのか。よく知らないけど高いのは知ってる。どうもありがとう。開けちゃった。しょうがないな。ただし料金は俺が払うからな。ほんと間宮さんって変わってんね。君の方がよっぽど変わってると思うがね。あ、君はダメ、未成年じゃないか。わかったよ、子供らしくオレンジジュースにするよ。じゃあこれ全部一人で飲んでね。当たり前だよ、もったいなくて残せないよ。乾杯。何に乾杯？間宮さんの出世に乾杯。あのアトリエは自分で借りてるの？事務所が借りてるの。なるほど。じゃあ普段はあそこで寝泊まりしてるの？時々ね。あとは大抵外、ホテルとか誰かの部屋とか、いろんなとこで寝てるよ。随分と気ままな生活だな。学校にはちゃんと行ってんのか？なんだよ間宮さん、説教でも垂れるつもりかよ。そんなんじゃないけど、君はまだ学生なんだ。高校くらいちゃんと卒業した方がいい。そうだ、あの絵のことなんだけどさ。あの絵？あの海と少年の絵だよ。あれは売らないよ。そうじゃなくて、あそこに描かれた海ってさ、あれ岬なんじゃないかと思って。俺三崎出身だからさ、ひょっとしたらと思って。あそこ行ったことある？そんなことどうだっていいだろう。あの絵の話なんかすんなよ。分かったよ、よく知らないが俺が立ち入る話じゃなさそうだな。間宮さんってさ、付き合ってる人いるの？いないよ。なんで？かっこいいのに。なんで笑うの？いや、君の口から意外だったからつい。間宮さんモテるんだろうな。そんなことないさ、君ほどじゃないよ。僕だってモテない。まあモデルって仕事は俺みたいな一般人とは違った苦労があるんだろうけどさ。ちょっとトイレ行って。間宮さん。いや、なんでもない。